こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、大仏弁財482条について解説いたします。まあ、ここはそれほど難しくない内容なので、さらっと聞いていただければと思うんですけれども、まず大仏弁財というのは、この大仏って代わりのものってこう書きますよね。なので、まあ、代わりのもので弁財をすること、他のもので弁財をすること、これが大仏弁財です。で、そもそも弁財って何なのかというと、契約した内容、その義務を果たすこと、約束をした義務を果たすこと、まあ、これが弁財なんですね。まあ、例えばなんですけれども、 A さんが B さんから100万円を借りたというのであれば、 B さんは100万円を返す義務がありますよね。で、この100万円を返すというのが弁財なんですよ。で、本来であれば100万円という現金で弁財をする、これが本来の姿ですよね。でも今回の話っていうのは、現金ではなくて他のもの、代わりのもので弁財をするという話なんですよ。じゃあ他のものってどんなものがあるのかというと、例えば不動産だったりとか債券だったりとか動産、まあ動産、例えば時計とかですね、パソコンとか、まあ、そういったものでも大丈夫です。そういったもので弁財をする、これが大仏弁財です。で、この大仏弁財っていうのは、大仏弁財契約という、お互いの合意によってこの契約は成立するんですよ。つまり AB 間で100万円借りたはいいけれども、じゃあ他の例えば時計で弁済しますねというふうに AB 間で合意をしたというのであれば、それはそれで OK っていう話なんですね。で、この合意によってもう契約は成立します。注意していただきたいのは、物を引き渡すことによって契約が成立するわけではないという話なんですね。先ほどの事例で言うと、時計で弁済しますよって言って、時計で弁済をした時点で契約が成立したということではなくて、契約をした時点でもうこれで契約は成立となります。じゃあいつ債務が消滅するかっていうと、それはその他のものを給付した時、つまり先ほどの事例で言うと、時計を引き渡した時に B さんの債務は消滅するんだっていう話なんですね。つまり契約の成立と債務の消滅っていうのは別々に考えるんですね。まず契約、合意をすることによって契約は成立をします。で、その後物を引き渡すことによって債務者の債務は消滅します。こういった2段階を踏むと、まあ、いった話なんですね。で、その際なんですけども、その他のもの、今で言った時計です。時計の価値が100万円じゃなくてもいいんですね。例えば60万円の時計であったとしても、ここで契約をしているってことは、 A さんはその60万円の時計でいいって言ってるわけなので、それでもう債務は消滅するんですね。 B さんは100万円借りたけれども、60万円の時計で A さんがいいと言ってるのであれば、それで100万円の債務は消滅しちゃいますよっていう話です。で、ここまでは時計という動産の話をしてきたんですけども、不動産の場合はちょっと異なるんですね。何が異なるかっていうと、この給付の部分なんです。債務が消滅するのはいつなのかと。不動産の場合はちょっと注意が必要で、不動産の場合は所有権の移転登記が完了することによって債務が消滅します。つまり B さんが、まあ、土地を持っていて、まあ、その土地で大仏弁財しますよって言った場合、土地の所有権を A さんに移転することによって B さんの100万円の債務は消滅するんだということですね。この点だけ注意をしておきましょう。で、続いて B さんが給付したもの、このものの種類だったりとか品質だったり数量、これが契約内容に適合しないものを引き渡してしまったといった場合どうなるのかというと、これは契約不適合責任が生じます。つまり A さんは B さんに対して責任追及することができますよってことですね。例えばこの AB 間の契約で、まあ、60万円相当の時計と40万円相当の時計、2つ時計を、渡しますよと、引き渡しますよっていう契約をした、大仏弁財契約をしたにもかかわらず、60万円の時計しか引き渡してくれないと、まあ、いった場合ですね。こういった場合数量不足ですよね。まあ、このような場合、例えば A さんは B さんに対して追加請求といって40万円の時計を契約通り引き渡してくださいというふうに請求することができますよといった話です。
まあ、この点についてはそのまま覚えていただいて大丈夫です。まあ、今回大仏弁財についてお話ししました。すごく重要な部分なんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。内容的にはそれほど難しくないので、まあ、2、3回見ていただければ頭に入るんじゃないかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。